皆さんこんにちは。はるでそさなってます。本日はですね、こちらの問題1問解いていきたいと思います。まあ、結構難しい問題かなと個人的には思っていて、要は最上級の協調表現を問われる問題になるんですけども、私自身この表現をですね、ちゃんと知ったのは結構英語学習して長い時間経った後なので、あの結構知らない方も多いんじゃないかなと思います。まあ、そんなことはさておきですね、早速文の方を見ていくと、dis,s、まあ、ですね、is が v となっていて、その後に that、ね、k, Best book that I ever read. と、えー、大きなま保護が続いている C ですね SVC の第2文献かと思います、まあ、文自体は非常にシンプルで役、まあ、としてはですねこれは私が今まででで読んんだだ中で最高ななな、まあ、ベストな本だとそんな意味ですよねで問題となってくるのはこの括弧でこの括弧はこのベストという最上級を強調しているということなんですけどもこの選択肢のうち最上級を強調することができるのはどれかと 言った問題ですよねで結論から言ってしまうとこれは答えは D の「Very」になります。This is a very best book となることによってこの本はまさに最高のみたいなベストを強調する表現ですね。今まで読んだ他の本と大差をつけてまさに最高の本だみたいな風な表現になるわけですね。で実はですねこの選択肢の中には他にもですね最上級を強調することができる表現っていうのがあってそれは A の「By Far」っていうのと B の「Match」いうの c h となります以前ですね比較の強調表現について挙げた動画まだご覧になってない方っていうのは是非、えー、見てほしいんですけども比較級を強調するることができる表現っていうのは限られてましたよね最上級についても同様で最上級を強調することができる表現っていうのはいくつか限られてますので、まあ、それを覚えていただくのが手っ取り早いかなと思います今回答えになってる v e r y 以外にも先ほど言ったですね AB についても最上級を強調することができます では、なぜですね、今回、ここのカッコにはこの AB は入ることができないのかについて説明すると、この2つはですね、強調する際に置かれる場所というのが異なってくるんですね。この2つはですね、The の前に置かなければいけません。なので、This is by far the best book と、あるいはですね、This is much the best book that I've ever read というふうにならないといけないんですね。一方で、Very だけが仲間外れで、The の後に 置かれて強調します今回カッコは座の後ろになるので、まあ、この構成だとですね「very」しか入ることができないとただもちろんですね問題によっては括弧の位置というのがザの前に来ている場合があるかと思いますのでそういった場合は「very」ではなくて「match、まあ、ある byfar」を選ぶようにしてください、まあ、この辺りトーイックでも非常に問われる可能性が高いと思いますので是非覚えておいてください本日の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました